じゃどうも、りさです。ふなです。のりばんです。どうしたか、すいません。のりばんです。はい、ということで今日はふなさんに来ていただきました。ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いいたします。今回お呼びしたのはですね、 JO1 のツアービヨンドザダーク、今回ご参戦されたということで、そうですね、はい、あの感想をちょっとお聞きしたいなと思いまして。そうですね、やっぱり初日が有明で8月の頭でやりまして、はい、まあ、そこから1ヶ月弱空いているので、今さら感想動画っていうところもあるとは思います。そうですね、皆さん不審に思われてるかなと思うんですけど、はい、そうですね、すいません、私たちからしたら今日が初日なので今日が初日という体で話させていただきます。やっぱりこういうのはリアルタイムが追求される動画になっておりますので、今回字幕と少なめになっておりますが、そちらの方ご了承いただきますようお願いいたします。お願いします。それではね、早速、JO1ビヨンドザダークの感想動画スタート。お願いします。お願いします。はい、という感じで、もうなんかちょっとこれだけ一回言わせてほしい、過去一です。本当に楽しかった。本当に楽しかった。やっぱすごいよねって、最初から最後まで全部楽しい、うん、もうなんかもう楽しいでしかなかった。うん、うん、早速ね、もうセトリをまとめてくださっている方がいらっしゃいますので、今回も私たち的に個人個人でお気に入りの1曲、うん、と、まあ、いつも勝手に選ばせていただきます MVP メンバーですね、選ばせていただきたいんですけれども、偏ってしまう可能性もございますので、そちらはまたご了承ください。よろしくお願いします。またコメント欄でね、みんなのこの良かったところとかっていうのを教えていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあまずは MVP の曲ですね。一個深く喋って、もう一個ちょっと触ってもいい。そうなんですよ、それをどっちにするって話じゃねえな。多分一緒にしようか。一個一緒の曲はじゃあ二人で深く喋ろう。ーで別決めよう、うん、一緒か分からんけど、一緒絶対。じゃあまず被る方で言ってみる一回、うん、一斉のでそんまー、あ、そっちかもう一回、ちょっと待って、次がそれ、次もう一曲がリセルティゾン。リセルティゾン、ふなはもう一個はオアシスなんです。あ、そっちかよ。もう言うまずいいよ、コンバターンあげる。え、コンバめっちゃよかった、めっちゃよかった、初めて聞いたじゃん。あんな細かいんや、なんかダダダダンカッカッカッ、めっちゃよかった。もうやばかった。お、歌がまずおしゃれやん、そもそも。そう、幸せがおしゃれな曲、おしゃれな曲って何かなって。うん、コンバか、あったな、コンバが。そうです。え、でもリス、コンバはリス小生かなとかも思ってた。欲しい人かもしらんけど、コンバの小生がってきた時のカメラが寄った時の小生めっちゃ良かったんよ。いや、ほんまに綺麗かったな。なんかもう JO1 武士って感じだった。そうそうそう、コンバやばかったよ。大好きだった、あの曲もう一生やり続けてほしい、ライブで。え、そっからのポビアやった、うん、あ、ポスターの時に聞きないって言ってても絶対ないと思ってたから、って、レン君のパートでなんかレン君がこうちょっと燃やかかるっていうか、わかる、後ろ合成みたいな黒巻きみたいな、なった時の儚さ。でも前まではレン君消えそうやってると、うん、今日のレン君は消えそうやのに強く残るでみたいな、だからなんかこうならんと見れて、美しいで見て、前までのうちらの感情やったらレン君消えてしまうんじゃないかみたいな、わかる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 。なら、まあ、セーフティーゾーン置いといて、じゃあ一回オアシス行って、うん、どうぞ。ツアーの何日か前にオアシスがパッて流れてきて、うん、なんでこれ歌ってくれへんのやろって思ってたのよな。ほんだら来て、ケイゴの高音がめちゃめちゃ響くみたいな、はいはい、うん、やんか、吐かないけど強いみたいな感じ、うんうんうん、で、なんかあのターンあったやん、オアシスとかのターンで、うんうんうん、ここで今日一思ったこと言っていい、はい、でめっちゃ当たり前で、うん、今更な、うん、JO1 歌強くなんかさ、がっつりバラードで聴かせてくるんやったらわかんねんけど、オアシスとかって一番こうどうしたらいいやろうっていう曲ではあるやん、ツアーライブとかでだったらこうなる曲でもない時にあんだけ入り込めるって。セーフティーゾーンはそれも欠かせないです。もうなんか歌うんかなってちょっと正直思っとった。めっちゃついたもんな、えーとか言ってくる。まあ衣装がなんかその後にやった白いドレス、あ、白い衣装でやったらよかったな、もっと良かったか思うけど、まあ、あのカジュアルな服でやってましたけど、何が良かったって、あ、ファッションするよ。おいおい、セーフティーゾーンはここで出てきたの。じゃあってもうやってやっていく、あの翔星がいつも気合い入れる場だな。素晴らしい翔星の見せ場な。じゃああそこもありせか、まださん寄ってくれるかなって思ってても寄ってくれて、翔星もしっかり決めとった、あそこのパート育った翔星を見た気分。ああ今までの歴史があるやん、セーフティーゾーンになったもん。そうそう、今まではなんかセーフティーゾーンって感じだったけど、確かに。でもセーフティーゾーンの時も翔星そうやな、翔星って感じやったな。そう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 、白のシャツもいつもはね、みんなのな色気もすごいんよ、セーフティーゾーンは。やっぱりみんなが、しかもさ、編曲がさ、ちょっとジャズっぽい感じでさ、こうめっちゃセクシーなセーフティーゾーンの原曲っていうよりかは、うん、そこにちょっとなんか男みたいな、うんうん、なんかアレンジ聞いてたけど
原曲つぶさん、うん、いいやつ、いい曲、なんか全部結構アレンジしとったよ、昔の曲を、うん、でもセーフティーゾーンのアレンジが一番好きやった、めっちゃ好きやった、音源化してほしいぐらいに、うん、あれ好き、あれめっちゃかっこよかったよな、めっちゃかっこいい、とりあえずメンバーも言うじゃん、待って待って、3、4人おるで、いきます、いきます、いっせーので、決まった、ここやねん、さっき奥に残った答え読んでな、さらにうちらさ、ライバルすぐ言っとくか、とりあえずお名前お呼びしましょうか、一斉とか、一斉とか、もうここやろ、あかんって、ほんまにあかん、これデジャブ、もうやめようって言ってるやん、違うね、違うね、ほんまにどうしたらいい、ライブに強いね、あそこが、でも、それで言ったら、もう一回ルキにしよう、一回ルキでいい、あの子はトークも強かった、違うね、もうルキはなあ、あかんわ、うちら席で、なあ、もうやめて、やめて、もうルキやめて、やめて、好きになるからやめて、レン君さっき、もう消えへんくなった、レン君って言ってたやん、消えへんくなった、今まで消えなくなったじゃないけど、じゃいいでな、ね、逆にルキ君は、あ、ルキ君が消えちゃうっていう感情になったの、ガフナが思ったのは、うん、走り抜けちゃった時が怖いなって思って、そう、そう、なんかあのメイトしてる時のルキの目がうちらの今の景色を見てなかったんだ、あの子の世界を見てる感じがして、あ、ルキってずっとここに追ってくれるんかなって、なんか一気に不安になって、えー、みたいな、でその後にさ、なんか最後の、もうほんま最後の曲、みんながこう、センステの方まで行って、うんうんうん、で帰ってくるってなった時にさ、まあ、もううちらはさ、もうルキに夢中やったから、ルキ無理しとる、ルキを見とったんや、でさ、ルキがつまずいた時、うちら、あー4階席で、あー、このまま消えてしまう、なんかちょっとつまずいただけで、でも序盤の曲でさ、何の曲か忘れたけどさ、めっちゃ思ってた、ルキあのルキ来た瞬間、うわーみたいな、ライブのルキってこうなんだみたいな、でもそうやね、だから今までのライブってうちらが前出したのはルキくんこれだよ、めっちゃかっこよかったって言っとってんけど、今回はこれプラスキュルーンのルキと儚く消えてしまうルキ、全部3、4人のルキを見て全部出された、もうダメだみたいな、でもそう、それで言ったら、まあ、キムちゃんはもうほんまに毎回一緒のこと言ってると思うけど、あの子はカメラに抜かれるたびに、あの最高以上の点数を出してくれる、パートのおかげって言うとあれやけど、キムちゃんのパートって決まりパート、ちょっとなんか分かる分かるキムちゃんのダジョみたいになってきた、キムちゃんのパートは決まるパートや、うん、思ってて、やけど違う、キムちゃんはパートを決めているんや、分かる、基本さ、A 君の時は A 君が映るけどさ、普通に歌ってて終わる、うん、カメラに抜かれる瞬間も当たり前にあるよ、あるあるある、ね、キマタは頑張りすぎてないのに、キマタが映った瞬間にしれっと決めて、しれっと、そう、あの違うパートに映るんよ、で、え、今のキマタ何、あの子今回あの歌パートも結構あのユニットとかもあったけど、歌でも見せるんやそれみたいな、しかも歌うま、わかる、でも今回結構序盤で言ったけど、御三家、うんうん、すごいなってなって、うんうんうん、でそれはなんか生で歌ってて、うん、レン君生歌強っ、ってやばいよなって思って、でマメのパートとか来て、うん、え、マメこんな歌うまかったっけ、うんうんうん、ってなって、であのグラデーション、うん、でルキももちろん良かったんけど、うん、匠やばかったとか、うん、でそう、やばってなったら、その敬語とかが高音パート決めてきたり、ユニットでつるちゃんと小生が歌ったり、つるなんかの曲さ、めっちゃうまかった、あれロマンスロマンスロマンスめっちゃうまかった、あれほんで安定の純気をなったり、なんか、え、生って感じした、めっちゃ敬語の話もしたいね、あ、どうぞ、今までの行ってきたオープンザドアからマーガポスカも入れて、こういろいろ行ってきましたじゃないですか、今日の公演が一番敬語かっこよかったと思ったのもうなんか、フナが好きになった佐藤敬語、うん、はい、うん、最後の最後までな、あのナファンサーを名前もなんかねって言ったの、ナファンサーすんのな、たまにそれでな、なんかちょっとおいおいって言われちゃうこともある、あ、言われて、言われちゃうこともあるかもしれへんねんけど、でも、もうやっぱりそれであれでいい、もう敬語はずっとあれでいい、あれを突き通した方がいいってなって、その顔決めてる時とかもかっこよかったんけど、なんか今日はもう可愛いに あふれちゃって嬉しいよ、うまかったしな、この子、そう、なんかもう今日はほんまにもうなんかこういう感じ、お前ライチ来てよかった、なあ、じゃん、ユニくんは体調が悪かったと聞きました、嬉しいです、最後の最後で教えてくれて、びっくりしました、しなかったかなーって、そんなことも思わへんような、うん、かっこよさで、うんうん、そうですね、シャスずっと突っ込んで、MC さ、誰かのツッコミめっちゃ聞こえるとか終わったらしい、もしもしそんなにツッコむようにな
レッツゴーから。オッケー。でってカッコつけてもバブなところの小生すごい好きなんですよ。これうちが一生バブって見てるだけなのかな。え、でもバブ売りしてるやん、あんたも。まあ、セガティさんの時はバブ売りですけど、これな。でもなんかあれも決めてる小生かわいい。かわいいってなっちゃうよ、ほんまに。24歳、3歳か。大きかったなぁ。楽しいしだね。これだけ最後って。今回のライブさ、うわすごいなと思ったんがヤナさんやったんやけどさ、こちらさめちゃくちゃ足やったの。もうだからもうステージ真横の席やったのな。もうなんかヤナさんって絶対もうこの際の際のもう端の端に来てこうやって見やるんやん。でこんなに見てたよな。そう、もう目やった気にしたもんな。ヤナさんとヤナとだけはこうやって見やるんだよ。ステージギリギリまで前に立ってこうみんなと喋ってるやんか、 MC で。その時もヤナさんはトットットットってこっち来て手もフランとこうやって見てる時もあんねん。だからでもあれ変にっていうかパンチしちゃったらキャラってなるから、他のメンバーとおしゃべってるからってなって、でも僕見てるよみたいな。めっちゃ気にかけとって、ヨナさんのリーダーでよかったほんまに。うちら結構その阻害された席じゃないけどさ、みんなはこうやん、そらライブってこうの席やん。だからここにおるうちらって間違ってるかなとか思うけど、そうそう、ヨナさんがいてくれることで、あ、うちらも場に入れてるみたいな。あの人すごいで、ヨナさんが来てくれてたからうちらのメンタルと思ってた。ほんまにそうやと思う。だからあれで心が温まりました。私もあー楽しかった。ほんまに過去一です。何回もじゃあラボスターの時もほんまに世界で一番楽しかったとか言ってたけど、元気でしたけどね。次は自撮りされますよ。あ、自撮りされますよ。それでは最後、真面目、せーの、カンテンだったチャーハンでした。ありがとうございます。本当に良かったよ。